正直アイドルに戻りたくないですかと。戻りたくねえな。せーの、おはようございます、やっちゃんです。さっちゃんです。はい、始まりました。笑ってんの？いや、なんか恥ずかしいなと、うさぎっぽいなみたいな。30過ぎてやりたくないよね。いや、私まだ20代なんで、はい、もうだってアイドルっぽいもんね、動きが、うん、アイドル、アイドル、アイドル。なんと今日来ていただいてるゲストの方は、はい、なんと元アイドル葉月リュクセの天海理子さんです。やべえ。どうもこんにちは、天海理子です。イエーイ、イエーイ、気持ちいい。ウライチャンネルに天海理子が。ありがとうございます。あ、こういうキャラだったんですね。カメラ回ります。なるほど。今日も素敵なゲストが来てくれましたよ。来ちゃいました。かわいい。もう、うわ、やばい、ちょっと見てください今。あのね、もう情感が全くない。あのね、本当に芸能人の方みたいな、うん、本当ですか、うんうん、半分芸能人みたいな感じなんで、気分は本当に、はい、目力すごいって言われません？あ、たまに言われますね。ちょっと見つめられると、はい、あの、僕人見知りじゃないんですけど、はい、全然斜め45度下に向くんですよ。かわいいってなる。見つめてください。あ、やばいやばい。2秒以上あの見つめると金払わないといけなくなる。でも明日来てるかもしれない、店に。もうダメだ、もう毎回同伴と言われるから絶対。やっぱそうなんだ。いや、本当にありがとうございます、はい、じゃあもうさっちゃん行ってもらっていいですか？はい、はい、そうですね、うん、あ、俺が今動揺してる、うん、可愛くて動揺してる。好きすぎるよ、好きすぎちゃう。毎回毎回可愛い子来るからそれじゃ持たないですよ。いや、もう本当にもう僕36なんですけど、本当に、あ、本当ですか、うん、ありがとうございます、うん、これ以上持ってもらってお金当たりだから、ね、それは明日で、では行きます、はい、いきなり質問コーナー、イエーイ、イエーイ。はい、このコーナーはですね、インスタで募集したあのユーザーさんからリコさんに質問したいことを一問一答形式で答えていただく形となります、はい、では行きますよ。いっぱい来てたんですけど、はい、ちょっと寄りすぐってきます、私たちの方で、はい、ではまず1問目、はい、ダダン、このリップを、どこのリップをよく使いますかと、はい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 、ディオールの新作のリップと、あとロム&のなんかフェアグレープみたいな、めっちゃ定番の、どっちも定番の色を使ってます。はい、知らねえ。勉強なる。あのディオールっていう名前しか分かんなかったよ。なんか奇抜な色は私使わなくて、あの、結構中身がぶっ飛んでるキャラなんで、見た目はちょっとこう、あの、なんかこう定番っぽく、こうなんかこう基本の可愛いみたいなの。見た目普通で喋ったらやべえみたいな。あ、そうです、そうです。食べて終わります。はい、失礼。だってもう今キャバクラいるみたいかも。切れますから、あと請求してください。わかりました。はい、容赦なく。では続いていきましょう、はい、続いて、美肌に一番効くことって何と、うんうん、あ、はい、すっごい来るんですけど、うん、本当に透明感の塊ですよね、うん、なんか多分私消せてます。消せてます。ありがとうございます。マナーモードでお願いします。なんか私クォーターなんですよ。え、そうなんですか。そうなんですね。で、あの、お父さんがフランスのハーフなんで、はい、あの、姉と弟がいるんですけど、はい、みんな色が白くて、だからこう DNA にも完全に頼ってるっていうか、特別なこととか全然してなくて、なんか自慢になって申し訳ないんですけど。いやいや、だって事実ですよ。だって遺伝子が良かった。この距離すごい分かるんですけど、はい、もう白すぎて血管見えてるんだぜ、うん、あ、そう、すごい。本当にで、ここめっちゃ言われるんですよ、私お客さんに。ここの血管がすごい良いみたいな、これでしこれるみたいな、めっちゃ。はい、食べるために出してきて、はい、もう一回これでしこれるもんですか。はい、しこりポイントで、はい、ありがとうございます。はい、そうそう、今日これだこれだから、あの、心配するないんですか。もう大丈夫、もういいよ。開始早々、はい、もう見てる方はリコさんしか興味ないんだ。わかりました。じゃあ次行ってみましょう。やべ、こんな長い質問とないよね。ないない、もっとポンポン行ってるよね。あ、本当、ポンポン行った方がいいんですかね。あ、全然大丈夫ですか。よかった、よかった。じゃあ次行きましょう。次、はい、男性と話すより女の子の方がコミュ障で緊張します、どうしたらいい。多分女の子からの質問ですね、これ。めちゃめちゃわかる、うん、なんか、私も学生時代とかからずっと男友達の方が多かったんですよ、うん、なんか女の子って結構、例えばこう、可愛い、好きとか言ってても悪口言ったりするじゃないですか、うん、それがめんどくさくて、なんかこう普通に接してても、え、この子何考えてるんだろうとかいうのが邪魔して、だから共感する、共感する、どうしたらいいって私も聞きたいです。じゃあどうしたらいいんですかね。コメントもらいましょうか、これ。コメント教えてください。どうした
ったらいいですか。私も苦手。ちょっと喋ってた感じ、うん、どっちかというと性格が男っぽくないですか、うん、あそうですそうです。だから多分男子の方がこうなんか適当に喋っても全然いけるみたいな、うん、裏表なくいけるみたいな感じで楽なんですよ多分、うん、あそう楽な方に行っちゃうから。だから女の子はちょっとこうもう本当限られた人じゃないと気使うんで、うん、でも結構それで良くないですか、うん、なんか女の子でも本当にこうめっちゃ友達多いみたいな子もいるんですけど、うんうん、なんか僕はどっちかというとあんま信用できないですよねそういうタイプは。あなんかもうキャッシーさんの個人的な、はい、個人的な展開ですいません。やばい今回めっちゃ熱くかもしれない。やばいコメント怖い見るはい。じゃあリコさんに聞きたい。リコさんに聞きたいから、はいはい、続いてまたストーリーで恋愛相談乗ってください。あ、うん、これもう質問じゃないですね、うん、お願い、ね、質問ありがとうじゃない、うん、そうメッセージですお礼メッセージ、ね、たまにやるんですよ。なんかこう暇な時に恋話しようって言って、なんかこう結構みんなの不倫だのなんだの深刻な重い相談に対してなんか結構バッサバサ切っていくっていうのをやってて、でなんか嫌われるかなと思ったんですけど、みんななんか正直に言ってくれて嬉しいみたいな、うん、はい、言われたいんだろうね一言ズバッと、うん、そう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 、悩んでる時点でね多分ねこう聞いてほしい、うん、聞いてほしいみたいな感じだと思うんで、はい、ぜひやります。はい、その引き続きよろしくお願いします、はい、フォローしてください。はい、うまい、はい、うまいフォローに持ってください、はい、じゃあ続いて料理がうまくなるコツを教えてくださいと。あ、うん、これは知りたい。でも私本当に料理作るんですけど、やっぱり同伴とかで美味しいご飯屋さんに連れてってもらうことが多いから、うん、なんか覚えるんですよ天才だから。だからお皿のな感じとかも盛り付け方とかも覚えるし、これを食べたらあれこれ何が入ってるなとか分かっちゃうんですよ天才だから。いいな、そう怖普通の心の声が分かるから、だから家で再現できるっていう。コツっていうかコツってやっぱりなんかこう私美味しいもの食べるの好きなんで、なんかこうやっぱりなんだろうな、美味しいもの食べるの好きな人じゃないとやっぱ勉強しようっていう気分にならないじゃないですか、うんうんうん、気持ちにならないから、もうなんかいっぱい美味しいもの食べたら多分そのうち作れるようになるんじゃないですかって思いますけどね、っていう天才が言ってます。はいすみません、天才の参考になるかな参考になるかな、これ難しいよね。でも多分たくさん作られてるんですよね料理で、はい、練習したら多分上手くなるんですよね。そうですね、はい、練習しよう練習しよう。リコと一緒に練習しよう、うん、あと美味しいもの食べ行ってください、どんどんいろんなところに。あ、それが一番早い、うんうん、それが一番早い、ね、そうですね、うん、では次行きましょう。次、はい、正直アイドルに戻りたくないですかと。これは戻りたくねえな普通に戻りたくねえな一言、はい、後で伺いました。じゃあ続いて、はい、アゲハの表紙争奪戦はどうでしたか。どうでしたか。あ、そうですね、結果的に私裏表紙、うんうん、表の表紙が3人で裏表紙が3人で、うんうん、でまあ裏表紙に乗ることはできたんですけど、うん、まあなんだろうな、私にしてはまあよくやれた方かなって。その時にちょうどお店で看板レースもやってて、うん、あ、同時並行で同時並行でやったかも、あーってなってて、どっちも乗りたいってなってたから、なんか表紙も裏表紙も乗れたし看板も乗ることになったんで、あ、まあ、すげえ、はい、うん、頑張れた方かなって思います。あ、はい、大変でした。お疲れ様でございました。シラが増えた気するもんね、だっていいですよ、全然いいですよ、はい、よかったよかった。はい、じゃあ次行きましょう。次はお店のことを休憩中に何を話しますか。あ、なんか待機とかの時ってことですか。あ、そうですね、うん、何話してるかな、なんか いたらお客さんの悪口とか言ってぐらいしかさ、盛り上がることなくない。あと基本的に私なんかあんまり他の女の子と話したりしないんで、でも話すことって言ったらあの人やばかったよねとか、そういうことしか話さないかもしれない。そうですね、一番痛かったお客さん教えてもらっていいですか。一番痛かったお客さん、もうずっとなんかこう初めましてで、あの初回指名できてずっと、え、おっぱい触れた、おっぱい触れたってずっと言ってる人は気持ち悪かったですね。それさすがに、その方は多分店を間違えてますよね。そうおっぱぶいってくださいって話ですよね。めちゃくちゃ、はい、めちゃくちゃのけさいますね。はい、いっぱいいますよ、痛い人っていうような話をしてるんですね。はい、ネタになりたくなければもうちゃんと真摯な対応でください。店内でのおっぱいって言葉はお控えください。はい、本当にダメです、おっぱいは。ありがとうございます。見るだけにしてください。ちょっと次おっぱいでこれなんですけど、はい、次の質問。好きな下着は何色ですか。もしかしたらおっぱいの人かもしれないです。これ、あ、そうですね。完全にあいつだな。下着か、勝負下着ってことじゃ。あ、好きな色ですね。うん、好きな色か、うん、はい、あ。よく着るのは黒ですね。おお。なんか黒ってやっぱさ、エロくないですか。どう。エロいですね。そう、はい、白よりも黒の方がエロい気がします。そう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 、うん、だからなんか
こうほらいつそういう場面に来るかわからないじゃないですか、うん、まあそうですね、だから備えてなんかエロい下着をつけとこうかなっていうなるほど、はい、ガラケーは入ってないんですか。いやレースとかちょっとこうキラキラしたやつか。あ、なるほどなるほど、キラ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 ね。あ、そう、キラキラはあんまりついてないんですけどすいません、はい、ちなみに、はい、テイですか。テイですか。テイです。あ、テイです、リコさんのテイです。はい、テイラです。あの女子の方限定で、あの、はい、テイの下着をプレゼントは全然よろしいです、はい、お願いします。男子は送らないでください。はい、送らないでください。じゃあ最後いきましょう、はい、最後押していい。ああ押せ押してください。そんなのも質問しなくていいです、押してください、どん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 、はい、どんどん押してください、どんどん押してください。一応センターもやったことがあって、レッスン中に厳しいダンスのレッスンの先生だったんですけど、居眠りしただけで、はい、ナイトワークで働くなら安心安全のタイニュー .com でお仕事探し、概要欄からチェックしてね。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。